通常国会は明後日の会期末を前に今日事実上閉幕しました。岸田総理大臣は自民党の代議士会に急遽出席し、政治資金規制法の改正をめぐり大きな混乱とご迷惑をかけたと陳謝しました。改正案成立にこぎつけることができました。大きな混乱あるいはご迷惑をおかけしたということ、えー、お詫びを申し上げる。 昨日の代議士会では岸田総理が出席しないことに対して批判の声が上がっていてこうした経緯を踏まえた対応とみられます一方国会の閉幕を受け一気に本格化するのが9月の自民党総裁選に向けたポスト岸田レースです岸田総理はこの後国会の閉幕を受けた記者会見を開く予定で総裁選への対応についても言及するかが一つの焦点です